618ナイスありがとう。ちょっと待って、病院配信もそう、今日ね、今日行く予定だったんだけど休みだったの。まいちゃんに会ってみたい、ね、でもそう言ってさ、あのリアとつまちすると誰も来ないって何なんだろうね。あー、まいちゃん少しでごめんね。あ、ありがとう、ちっちゃんありがとう、当たりナイス、ありがとう、嬉しいです、ありがとう。ハロウィンイベントナイスだったらイベント頑張った方が楽じゃない？確かにね。だってイベントってさ3日とか4日だもんね、1ヶ月だもんね、ナイスって。でもなんかさ、どうだろう、でそんなにイベントやってさ応援されるかな。前の配信ついつい見ちゃう。はじめまして、ふわっち初心者です。この3日間いろいろ見たけど、まゆちゃんだけは品があるから見てて心が安らぎますね。本当に初心者だね。私見て品があって落ち着くらしいよ。本当に私を3日間 見たのかな。本当に見てた。私不潔しか言われなくない？皮肉かな。ガサツだよ、クワの中で女性でガサツなトップじゃない。原因でガサツで不潔でナイスって必死にやべるやこと、いやそんなことないんでしょ。ただ私ナイスやってないとさ毎日やらないじゃん配信。毎日やってないで3日に1回とかだと、まあアンチ、なんていうの、そんなに支持されてない、支持されるとなんじゃない。ゼロワンのイベントの時の必死さ見ると疲れる。いけ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 ってやつ。すごいよね、いいじゃん、できるじゃん、飛ぶじゃん、やるじゃん、いい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 じゃん。車でありやす配信。帰ってきたよ。見てる？今何ナイスだ？623ナイスか。横浜で、あ、横浜でさ。やったら、てか全然トツ来て、私が外配信してるとき、リナピとナイス重さです、リュネコちゃんとナイス重さです。リュネコちゃんはやっぱ長時間やるからね、すごいよ。ケーキありがとう。横浜だったら、じゃあ来てね、まいちゃんと会うとステッカーあげるし写真も撮ろうね、もし会ってくれた人がいたら。リア猫ちゃんのナイスは裏切りがないからね。なんか私思ったんだよね、女の子もんちゃんもそうだけど全然ナイスがね減らない、あのパルちゃんとかやってても私だけが差が激しい、なんでなんだろう。マイのナイスはわざわざ遠くまで行って誰もリアトツ来なかったら、まあでもリアトツ目的じゃないけどさ、今日のマインは面白いとか、そうだね、企画やってナイス押してやるかとか、そんな感じ。ああ、私誰かにナイス押してて前が配信して前に押し直してる。お腹いっぱい。あ、土日とかね、いやでも関係ないけどね、だって土曜日か日曜日に突したけど誰も来なかった。あ、ねえねえ、ワンワンの顔びっくりしたんだけど、見た？あれ何？どうしてあんな顔になっちゃったの？本当だよね、ハロウィン先取りしてるよね。あれなんで
事故で、何の事故で、え、階段から落ちてあんな殴られたみたいな感じになる。私だから DV されたのかと思った。でもいいね、あのハロウィンはさ、あの血緑メイクとかしなくても そのままでいけんじゃん。どうしよっかな私ハロウィン、どうしよう。今から買って間に合うのかな、ハロウィンまでに。可愛いゾンビして期待しないでよ。私可愛い系でやりたいんだけど、あの普通にあの本気でやりたくない。いや工藤静香でいいんだったら、あのバブリーな服でいいんだけど、なんでかっていうとちゃんとやりすぎちゃって、渋谷行きたいからさ31日に、なんかね、前にコスプレして渋谷行ってなんかドレスがビリビリになっちゃって、だからもう本当に楽な格好で行きたいな、渋谷行くんだったら。あ、ポリスにする、ポリス警官にしようか、警官でいいや。あ、巫女さんいいね、巫女さんいいね。いや、巫女いいな、いや、巫女にしようかな、あ似合いそう。あと5ナイスお願いします。あと5ナイスで1位になる、1位でちょっと 寝かせてほしい私を。巫女の衣装売ってんじゃね。まあでもポリスでもいいけどね、ポリスとかナースとかなんかドンキで売ってそうな。ナイスポチありがとう。いや ドンキで売ってるやつ売っていいや、適当に。ただな、私トラウマなんだよね渋谷のハロウィン。巫女はお正月寒そう、お正月まで行っちゃうと。そっか、私さ初めてか、クリスマスとかお正月って配信してなかったな去年。今年はやろうかな。何がトラウマって、だからそのハロウィンね、警察もすごいし、あの10月31日の渋谷で多分人口がすごいから配信も止まらないかどうかも心配だし、去年死んでるじゃん白雪姫やった。でも白雪姫はあのきつかったって、正直あの時のまゆちゃんもうきつかったって、もう年感が、もうそういう、だからプリンセスはもう卒業。確かにとか言ってね、きつかったんでしょあの時さ、ひどくない私に対して、かまゆちゃんかわいいみたいなさ、内心きついなって思ってたんでしょ。で私気持ちよくなっちゃってさ、なんか こんなことしてさ、いやきつい、今見たらきついよ。可愛かったな。なんかさ、この時間ってマジで難しいよね。今の時間ってゴールデンタイムじゃん。せいじさんとかさ、なんか中ちゃん2000人でしょ、せいじさん3000人で、中ちゃんが2000人で、ゼロワン1300人で、その次私言ってるのもちょっとおかしいけど、この時間ってさ、ナイスが誰かが終わってくれたらめちゃくちゃ増えるんだけどさね、この時間って接戦タイムじゃん。だからリナネコちゃんやってないのかな、キツネ直してない。キツネ直さなくてもコメントの流れがちょうどいいし、まあいいんじゃない。マユタイガース女の子でゼロの配信見なくなったな、なんで今さあれ
全く荒れてないじゃん。やっぱりなんだアンチは私の上のトップ4の誰かのリスナーで、あ、そうなんだ。303号さん今日も可愛い、ありがとう。今この時間に枠やったとしても微妙なんじゃないね。今こんだこの時間に体力使う意味あんのかな。ありがとうございます。あ、本当嬉しい。私ってマジで本当303号さん、その男性だからゼロワンもそうだけど、ね、王子も多分そうなんだと思うけど、その男性配信者から私応援されるってことが結構あって、多分ゼロワンの元カノで一番アイテムもらって支持を受けたんじゃないかな。乗り換えたとかそう思わない？一番もらえてるんだよね。だからそれが面白くなかったと思う、ゼロワンも。今までで一番こいつ取ってくるなって。いや、クルちゃんの時はもうアンチまみれだったんだって。あ、ありがとう。そうなんだ、嬉しい、ありがとう。そうだよね、多分ね。ありがたいことに。だからそのゼロワンも今ナイスやってるから被ってるじゃん。だから今調子良くないよね。だからそのゼロワンのことも好きで、私のことも好きな人が結構多くて、でもどっちかってなるとやっぱゼロワンにナイスを押すでしょ。ゼロワンがやってない時にナイスやった方がいいんだよ本当は。まゆふくちゃんに会えた、寝落ちしちゃった、会ってきたよ、散歩も行ってきた。私も今までに2人多いんだけどナイスさんは、あ、本当嬉しい、ありがとう、くま。あ、そうだね、唯一私一番元彼をネタにしないかも。ネタにした方が湧くとは思うけど、でもアンチも湧くでしょ。いや、最初はねきつかったよ。去年11月に別れた時、今まではずっとゼロワンと付き合ってさ、それしかゼロワンしか知らないじゃん、ネタ。別れました、そっから悩んだね。うわー、話すことあいつの話題しかないっていう。私も2人応援してるけど狛江に押して、なんで狛江くんに押してんのなんで接点ない狛江くんなの。あ、そうなんだ、339号さん、いや嬉しいね。いや、全部です。怖いっていうかガチ恋がね怖いかな。いや嬉しいよ、ありがとう。ナイスだけでも嬉しいからね。でも何ナイス、あと18ナイスお願いします。650でもういいや、今日は650で。どうせ今日はなんか盛り上がってそうだし。いや、いい人いっぱいいるよもちろん。だってほとんどが私のリスナーさんってそっから知った人だし。だからさ、ゆまるちゃんはダメだよね。ゼロリスから知ってもらい、ゼロワンきっかけで知ってもらってさ、まあアイテムとかも投げてもらってたのに、全体的なゼロリスがキモいんだよみたいなことを言っちゃったのがね、あれ良くないな。あ、ありがとうございます。1位になった、もうほんとギリギリだね、ほんとギリギリだね。どうして今日コミュニティ平気、ほら被ってるから枠が、いろんな人、そのあ、すいません、一昨日ので。まあでもなんつーの、いや私ね、いやかわいそうだなと思う、ゆまるちゃん。だってやっぱ子供を下ろしてね、傷ついてやっぱトラウマもあるし、なんか普通だったらそれもやっぱ謝罪しないといけないでしょ。
で、くるちゃんには本当申し訳なかったって謝罪したのに、謝罪してたじゃん、本当にも嫌な気持ちさせてしまってて、なんであの子にだけは言わないのって思っちゃうけどね。人の話題じゃなくて自分の配信しろよ。いやもうどっか行って、今やってるじゃん、今盛り上がってるよ、誠司さんとか。わかりました。うん、人の話題だってしょうがなくない？だって私働いてもないし、家からも出てないし、あのふわっちの話題ぐらいしかないんだよね、話すことって。わかりました、気をつけますね。でもなんかその言われるんだよ、また誰他人の話とかないから。私ニートで引きこもりでさ、ありがとう。あー久しぶりゆうさん、久しぶりです。ちょっとね、痩せちゃった。元気してた？匿名さん、何してたの今まで？ふわっちの話題しかないって、それそうでしょ。匿名さんね、すごい応援してくれた人がね、久しぶりに来てくれてびっくりした。逆にコメントで配信者の名前出せれるよ。本当にそう。私さ、例えばゼロワンも NG ワードにしてんだけど、それ全部スルーして会話してんのすごくない？だって話したらまたあいつの話って言われちゃうからできないんだけど、平然とね、流れてても普通にできるようになった。これはもう取得したね、鍛えられた。アイテムくれた人は、あの前はわかるよ、誰がくれた。あと急ナイスお願いします。洗濯物しよう、終わったら。かやくが配信、かやくさんなんかさ、昼間配信しててなんか出頭するだっけ、なんか警察署に行くから配信してないのありがとう、ナイス。大丈夫かな、檻の中今。てかさ、もし万が一捕まったらバンだよね。 A 番？まゆちゃんいつも応援してるからね。あーありがとう、167号さんありがとう。匿名さん私守るからね、ありがとう。なんかさ悲しいよね、あの私の枠ってさ、あんまり赤出しする人って珍しいじゃん。で赤出ししたらさ、なんか叩かれちゃうし難しいよね。たまたまふわっちの話題の時にしか来てない人なのか、それともどこの国でも過ごす、する、これ読めない、民族わからん。でも一番椎茸の裁判どうなったの？あ、一人戦いましたよ。まあそれはもう話さないけど、もう終わったんで、終わったんで。あんまり私を甘く見ない方がいいよ、やるときやっちゃうよ。ケーキありがとう。まあ、自分が悪いんだけどね、自分が映さなければこんなことになってなかったんだけど。もう気をつける、もう こういうね、黒歴史は残さないように。これ以上痩せないようにね、また来るね。ありがとう、ありがとうございます。元気だったのかな。ありがとう、また来てね。ありがとうございます、ありがとう。今日は結構応援してもらえたんじゃない。あ、風船ありがとう。明日やるか、またもしかしたら12時になったらラジオで100ぐらい稼いでナイスを、それか昼間か。163センチの41キロアンチトツマチ、あ、いいじゃん、いいね、いいこと言うじゃん。アンチトツマチしようか。
ありがとうございます。いや接戦なんだけどね、またりなねこちゃんが夜やるらしいし、気が抜けないけど、まゆちゃんに教えてるね、ありがとう。まゆのアンチとつまちしようかな、深夜もし起きてたら。コブダイにナイスありがとう、650ナイスありがとう。皆さんあと1分で最後押しといて、今日のナイス。明日25に田中さんの誕生日だと思う、お祝いしたけど、すごいねマジかいたんだ、ありがとうくま、分かった、明日日付変わって明日、了解。なんで知ってるぞありがとう。私今日はお掃除してゴロゴロしようかな、結構やったんじゃない今日。当たり、明日の分と思ってたけどゆっくり見れないかも、ありがとう当たり、ナイス、ちっちゃんありがとう、ありがとうございます。じゃあ深夜か夜中か、うん、またに、ありがとうございます。650ナイス。明日もしかしたら昼間かな、頑張る、キャリーちゃんとのコラボね明日。バイバイおつー。